アークトゥルスストリームはアークトゥルスが所属する構成ストリームである。アークトゥルスと固有運動が類似している近隣の構成たちもこの構成ストリームと関連している。このストリームは1971年に発見され、アングロ・オーストラリアン天文内のクエンティン・パーカーによる視線速度調査で詳細に調べられた。このストリームに所属する構成は、 銀河系平面と軌道面を共有しておらず、かつて銀河系に吸収されてしまった衛星は小銀河の残骸であるとする説がある。ストリームは、重本モソに乏しい古い星からなる。しかしながら、ベンゾビーらの分析では、ストリームに属する構成を含む太陽近傍の F 型、G 型主系列性の素性には違いがないとしている。このことは、ストリームの起源が、 銀河系外というよりも、むしろ銀河系内にあることを示唆している。ガイア計画のデータを用いた、クッシュナークラの研究では、アークトゥルスストリームの構成が銀河系外に起源を持つ、可能性は低く、銀河系内の構成が外部からの上乱によって、位相空間の特定範囲に集められることで生じた、可能性が高いとしている。鶴座カッパ星カニザ27番星 コギツネザアルファーウミヘビザアルティ星もこのストリームに所属している。ありがとうございます。